ははい山本一郎ですこんばんんば、えー、皆さんいかがお過ごしでしでょうか,なんか最近ちょっと家の中に過ぎてこうだんだん運動不足になってきて膝が痛いなとか思ってたりするんですけどね体重増えないように皆さん気をつけてくださいということで、えー、今日お話をしていきたいなと思っているのは、えー、広告業界がやっぱりちょっとややこしくなってきたなという話ですまあこれだけ騒ぎになっている状況なので当然その各業種各業態その数字が悪くなるのは、まあ、仕方がないと思うんですよね だかそのなんか特定の業界が特別悪いよとかそのこれから駄目になるよとかっていうことをまあ無理に煽るんじゃなくてそのなるだけその今起きている問題の次に対してそのどうやってこう良いアプローチをかけられるのかなみたいなことを本当は考えたいんですけれども。 ただ当面のところでいくとそのやはりその広告に依存しているメディアさんがとても多いっていうこととで,ですねあと人の動きがどうしても止まってしまうのでそれまでその書店さんだとかもしくは駅売りだとかにこう依存しているその媒体がやっぱり非常に厳しくなってきたなっていうのは思います。でまあ我々どちらかというと広告を出す側なのでそのやっぱりこういろんなところに広告を出していきながらそ,のあのまあそれこそ,その2月3月4月とこういろんなその媒体にこう出してみたりとかもしくはそのえ記事をそのまあ取り上げてもらったりとかまあそういった形で そのまあパブリシティ PR っていうのをやるわけですけれども、まあ、そういったものの,その反響はだんだんやっぱりこうあのこう全体の経済の低迷とともにこう落ちてきてるわけですよねでその中でもその特に落ちているそのまあ業態っていうのはやっぱりこうあの雑誌ラジオあとその有観誌ですよね、えー、あとスポーツ紙もそうかな、まあ、この辺りはあのほとんどこう取り上げてもらってもそのウェブ経由でしかほとんど反応がないみたいなそういう状況にちょっとなってきてしまったなというのは非常に残念に思うところであります。 あのもちろんそのウェブメディアさんとか、まあ、そういったところもそのタイアップの,その検査はおそらくどこの媒体もあまり増えてないんじゃないか相当減ってしまったんじゃないかというふうには思うんですけれどもただそれよりもその広告を出す側としてやっぱり,やっぱり気になっているのはやはりこう大手の,その新聞会社の傘下のにあるスポーツ紙ですね。 ここら辺はやっぱり駅売りの,その、まあ、あほとんどこう今三端たる数字になっているんじゃないかと思うんですけれども、まあ、いくらそのその新面で取り上げてもらったとしてもですね何の反響もないよみたいなことにこうっなってくるとですねまたじゃあ次にこう、まあ、20万なり30万なりそのパブの中のこうメディアプランとして出てくるのがあるんですけれどもそこの中にこうじゃあ,、まあスポーツさんこれだけまあお声がけしてうんぬんっていうのはやっぱその、まあ、スポーツさんお呼びしてもね なかなか数字取れないからやめておこうかみたいなことってやっぱなりやすいんですよね。であのこの辺ってやっぱりこうまあ,あの有観視とスポーツ紙、まあ、これからそのどんどんなくなっていく、まあ、メディアにならざるを得ないのかな少なくとも宅配やめようみたいな話がどうもあるみたいでちょっといろんなその、まあ、非常にこう困ったお知らせなんかも、まあ、秋ぐらいにかけておそらく出てくるのかなとは思うんですけれども突然その媒体、まあ、が出なくなるっていうのはやっぱり あの一回そのメディアプランを承認している側からしても、えー、なくなっちゃうのがいいと、えー、それってじゃあ仕込んでたものももう一回その再検討し直しなのかいみたいなことってやっぱり起きうると思うんですよね。で皆さんこう、まあ、あのテレビとかよくご覧になられてあのお気づきになられると思うんですけどもやっぱその東日本大震災の時と同じようにやっぱり今回の事件でもですねその AC が増えるんですね公共交通あ公共広告機構の,あの CM が増えるわけですよ、スポット CF が。で、まあ、コマーシャルフィルムがその AC 増えるってまあ要するにこうスポットで、本当はいろんなところがそのテレビ広告を出そうと思ってたもん、キャンセルになるっていうことなんですよね。要は広告が埋まらないと。で埋まらないので、AC がその代わりにですね、その間を埋めてくれるというような仕組みになって、でまあ、今回、ニャンパク宣言が流行ってるみたいですけど、うちの子どもたちも一生懸命ニャンパク宣言の歌歌ってますけどね。 でもあのやっぱこうそこら辺見てるとですね次のために何ができるかっていうよりもとにかく今のこう出血を止めようみたいなまあそういうその動きにならざるを得ないのかなっていうのはあのまあ残念ながら思いますね。 でまあ、あのこういうその状況ではありますけれどもやっぱり打ち合わせとか呼ばれてですね、まあ、しょうがねえか言行ってくるんですけどもあの、まあ、話聞いてるとその、まあ、次の四半期までにこのぐらいの,その、まあ、アテンションをその稼いでおかなかったら、まあ、今回のプロジェクトは一回やめませんかみたいなことを、まあ、言うわけですよね。であのそれってのは要は メディアプランをその、それまでちゃんと立てて、ウェブはこのぐらい、テレビはこのぐらい、まあ雑誌だとか、その、他の媒体に関してはこういう形でそのやりますよと。で、企画ものはこういう形の予算組んでみたいな、そういうこう、全体のパッケージみたいなものをその、まあ、広告代理店さんとかウェブ専用の代理店さんからの話をかき集めてきて、あの、組み合わせて、まあ、一つのその、まあ、PR プランをつけるわけじゃないですか。で、そこがその、やっぱり干上がっちゃうっていうのは、まあ、まあ、こう、お金を出す側からすると、まあ、 当然そのの費用対効果の良いいいところに限定をしていきたいでもあのひょっとしたらその認知が腫れるまあ何て言うか、ね、ないろんな人に知ってもらえる媒体ですよねあるのであればそこに向けてやっていきたいもしくはそのある専門の話なのであればその専門の媒体にきちんと広告を出したいで場合によってはそのタイアップで関わった人のインタビュー記事かなんかお願いしますというような立てつくやった時にどうしてもそ,のそういうものにこう対応できない媒体を落とさざるを得ないわけですよね。 で特にそのタイムリーにできないのだとやっぱりあの、まあ、雑誌は厳しいで加えてその有刊紙とかあとスポーツ紙はお呼びしてもあんまり反響はないのであれば、まあ、今回はまあお声がけしなくてもいいんじゃないみたいな話になるとまあみんな頑張ってやっていけるうちは良かったんですけどもちょっとここまでその数字が落ちてくるとですねやっぱ次はないんだろうなって思っちゃいますよね。 なのでまあ配管の足がそのまあふよふよってこう流れてきてですねまあ最初はその限定的に休館しますとあそうですかとじゃあ今やってるものをそのあのお金は一回落として別の媒体回しますもしくはその会社さんのグループが持ってる他の媒体に移しますみたいなそういうことをまあまあ調整するわけなんですけども今,今まさに起きてることっていうのはそのえもう休館してそのまま廃管になっちゃうんじゃないかっていう怖さですよね。 まあ怖いっつっても我々は別にそ,のそこで飯食ってはいらないので、まあ、勝手になくなる分にはしょうがないかな向こう側の軽判断だなっていうふうに割り切ることもできるんですけれどもやっぱり今まで随分お世話になった方とか、まあ、そこでないとできないこととか、まあ、なくはないっていうなってくるとですね、えー、あそこを潰れたらじゃあこの話どこに持っておこうかなとかって思いますよね。 で特にその経済史だとかあの少しハイエンドなところっていうのはやっぱりそれのブランドについてるお客さんに対して訴求したいっていうのがあったりするとですね、まあ、それがゴボッと落ちるんでじゃあこれはそのタクシー広告に回そうかとかですね <laughs> いろんなことをまあいろいろ考えるわけですよねでまあタクシー広告も決して、えー、反響としてはいいものではないのであのみんなそのタクシー広告あのやれば売り上げ上がるんじゃないのとか思ってた時期があったんですけど、まあ、最近ではちょっとさ,さっぱりに近いので。 なのでそこら辺じゃないところでなんかこうメディアプランを組み直さなきゃいけないってなってくるとやはりそのまあも,もちろんラジオはダメですしそれ以外の雑誌もダメですし有観視だとかスポーツ誌だとかあとその一部のウェブ媒体に関しては広報から外していかざるを得ないということになるわけです。 で今まさに起きていることってその認知の問題だと思うんですよねあのもちろん商売そのものに対してその今どうしても干上がっているのでその干上がっているところに対してもやっぱり相対的な干上がり方っていうのが各媒体各その業態ごとにあるっていうのはあるんですけれども。 やっぱこう、スポーツ紙の何が一番優れていたか、過去形になっちゃいますけど、いたかというと、やっぱりその彼らがその取り上げてくれるそのコンテンツ系の記事に関しては、必ずそのヤフーだとかグノシーだとかスマートニュースだとかにこう、掲載をされるだろうという期待感があったんですよ。で、まあこれは中川淳一郎さんとかが告評してたんですけど、まあそれもちょっと致し返しだところなんですけど、要はあの芸能人が何言った、えー、あのこういうそのまあ不倫でどうのこうのっていわゆる芸能マスコミ的なものっていうのは、ものすごいこう、 PV をを取るわわけけでですすよよ。ね。お客様の目玉を集めるわけですよでそこからそのある意味そのカットダウンしてきて要は今話題になってる人を発表会に呼んできて彼らにこう一言喋らせればそれは確実に記事になると確実になる記事は Yahoo! に配信されて多くの人たちはそれを読むとでこれペイドの,あの、まあ、延長線上にあるので、まあ、言い方はですけどその、まあ、PR 業務の中で言うと、まあ、一番ステ前に近いところですねステルスマーケティングに近いところですよね でもそれでも今までの PR 業務に関しては非常に重要なポイントを占めていたので、それを外してスポーツ紙を語ることもすらできないみたいな、そういうものはあるわけですよね。 でまあ、例えばその、まあ、ファッション系だろうがそのコンテンツ系だろうがみんなそうなんですけど、まあ、話題になってる芸能人の人たちが発表会に来ててそこの,の壇上で何か言ってくれるとで裏側にはそのブランドの、まあ、紙が貼ってあってそのブランドに関してその人が喋りながら、まあ、今そのあなたその今熱愛報道出てますねとかあなた不倫どう思ってるんですかとかそういう話をこうするとやっぱ使命取り上げられて P 部分増えるんだけれどもそういうようなその PR の手段で今までかき集めてきたリテンションっていうかそのお客様の反応っていうのはどんどん 干上がってきたとで日上がってくるってなるとその、まあ、要はそういうところにその記事を配信してもらってそこにこう我々のコンテンツなり、まあまあ、他の,そのご協業先の,その、まあ、商品なりが、えー、もしくはブランドなりが出ていたとしても、まあ、さっぱりだよね効果はっていうことにこうどんどん変わっていってしまって、まあ、ここに関して特にその減少幅が広いとじゃあもう彼らに関してはもうなかなかその次はないような形で、えー、対応していった方がいいんじゃないかみたいな話になっちゃうんですよね。 なので、まあ、あの今ちょうどその大手の講談社さんとかその漫画雑誌の休館っていうのが発表されて、まあ、これは単純にその編集上の都合とか。 あと、まあま、具体的に漫画家さんも、そのアシスタントさんも、まあ、編集部も、まあ、機能しなければ、雑誌出せませんので、まあ、これはしょうがないのかなと。ただ、その次に来るのは、やっぱりその専門媒体の雑誌が休館になる。それがそのまま廃刊になる。で、まあ、さらに言うと、そのスポーツ紙自体が、その宅配ができなくなるような規模にまで縮小してしまったので、え、給りのみにします。もしくは書店のみにします。っていうことが今後出てくるんじゃないのかなと。で、おそらくはそのタイミングで、あの、業務を中止しますみたいなことが、 まあまあ内々ではまあ多少はあるんですけどまあそれが本格的に報じられ始めるのはまあ6月ぐらいなのかなというふうに思います次のメディアプランが出てくるときにえまああの彼らからその媒体資料が出てこないというような状態になるとまあそろそろリーチなのかなというような考え方になると思うんですよね。でそうするとそのやっぱりそ,のそういったあのスポーツ紙だとか有観視っていうのは系列になっているので。 その系列の会社にこう、まあ、あの記者さんだとかデスクだとかが引き取られていくっていうことになってくるとまあなんか激しい人事動が始まったらしいよあそろそろ廃刊なのかな休刊なのかなみたいな話にやっぱりこう流水されてしまうとまあ非常に物なし,なしいですけれどもちょっとやっぱりメディアに関しては一回その経験が悪くなることによってその広告が細るとで広告が細ると当然、えーまあ、売り上げの主たる部分が飛んでいくとさらにその駅売りがダメコンビニ配本がダメさら、えー、に宅配に関してもダメ でなってくるとまあ所定もダメになってくると、まあ、当然その発行部数自体のこうシュリンクしてしまうので、まあ、結果として媒体の死を迎えるというような流れにこうならざるを得ないですし、まあ、それがその正常な競争原理なのだよと言われればまあその通りですしでまたそのミルク補給をしてじゃあその例えばそのあるスポーツ界隈でまあ5死6死あったところで医師生き残ったとしてもですね、まあ、頑張ってミルク補給を親会社からもらってですね医師だけ生き残ったとしても いや彼らだけあのあのこういう業態ですって言って胸張ったところでいずれなくなるわけですよね。ではなかなかそういうとこって、まあ、よほどその広告効果があるぞみたいなことにな,ならない限りはお付き合いしづらいということになるのかなというふうに思います。でもっと言うとそのそのタクシーの,その広告なんかも買い切りがあったんですけど、まあ、これもなかなか厳しいですよね。 そのまあ、買い切りで頑張ってた広告代理店さん、まあ、大手も中堅もそうですけれども、まあ、専,門専用の,その代理店としてやってるところもありますしブティックでやってたのもあるし、まあ、総合代理店みたいな形でいろんなその局を抱えてやってるところもあると思うんですけれども、まあ、この辺りはそのデジタルシフトの荒みの中で一生懸命頑張っているうちに 今まで買い切っていたその媒体の広告枠自体がほとんど CTR 取れないよって足しなって全体的にこうシュリンクのまあ対象になっていってしまうとそうするとその媒体自体の取り扱いがなくなっていくみたいなそういうような傾向になっていくのかなというふうに思いますまあ残念ですけどねいろいろその話を聞くとまあ私がこの若い頃から読んでいた媒体がなくなりそうだとかですね非常におき合いのあったところがえちょっと最近苦しいので何か回してもらえる予算ありませんかみたいなご相談があったりとかですね まあ私も何て言うんでしょう,こうまあ関わり合いのあるその先ぐらいにしか 影響力は行使できないわけですから当然その自分の手の内の事業があるわけじゃないんでそうなるといろいろご相談されてもですねじゃあその誰々さん紹介するんで一度会いに行ってくださいって言ってもこの今のこのこう経済情,情勢下でこう自粛自粛でやってるところにこうミーティングのアポも取れないみたいな話になってですねでも来週にもそのこれぐらいの数字が必要なんだとか言われてもいやそれはさすがに難しいだろうみたいな話をしてまあちょっと言い方はいですけどそのまあ残念ながら見放さざるを得ないということがまあ起きうると思うんですよね。 だそのやっぱメディア冬の時代って言われてるものに関しては今まあ何度も申し上げてますけどやっぱりその流通としての書店さんだとかコンビニだとか駅売りだとか宅配だとかが細るでプラス広告が入らなくなるとこのダブルでくるようなその経営環境の激変しかもマイナスのものばかりっていう状況になるとやはり立ち行かないメディアがどんどん出ていって業態全体の死を迎える可能性はあるよねと。 スポーツ紙というカテゴリーがなくなるとか有観紙というカテゴリーがなくなるとかもいろんなことが起きうると思うんですよね。でそれをその電子書籍、まあ、電子配本ですねこの方向で収集できるようなあリバーサルプランみたいなものをどこが打ち出していくのかでさらにはそのお、まあ、いろんなそういう編集部がその合体することによって全体としての最適をどうやって目指していくのかみたいなことが今後問われていくのかなと思います。 まあ残念ですけど今まさにそういうその瀬戸際にあるその媒体さんからのこう猛烈なラブコールがあってもここにはダメですダメですダメですみたいなちょっとお目にかかってお話することは特にありませんみたいな <laughs> 状態にってもう本当に申し訳ないなと思いつつも、まあ、そんな状況でございますねうん、まあ、辛いですけどね。 えー、なんかこうこのチャンネルも1万人超えてしまったのでなんかいろんな制約が来たみたいですけどもそれを前考えずにこう前向きにどんどんやっていきたいと思いますぜひあのご覧になられた方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。どううもありがとうございました